すみのれシティナイターの東大阪市政50周年記念競争第2回の勝ち上がりバトルは、今回台風の中止で4日間から3日間に短縮されてのこれより36レース目のラスト第12レースの優勝戦を迎えています。さあ風が吹いてまいりまして優勝戦追い風になっています。スタートラン上では現在風速は2メートルから3メートルほどの追い風が吹く中でラストファイナル1分新回転を始めていますが、1、2、3、4、5、6とどうやら枠なり、1号艇の前澤武史、住之江連続優出で今回住之江初 V に王手をかけました。2号艇で増村幸太、完全 V の今年初 V なるかです。3号艇浅見正勝も4連勝の完全 V なるか。4号艇引っ張るでしょうか、長尾翔平、今年5度目の優出、住之江2度目の優出。5号艇の内野翔一、デビュー初優勝なるか。6号艇で宝田良次、住之江は連続で4度目の優出。さあ枠なりで3対3に分かれてまいります。風速2メートルほどの緩やかな追い風が吹く中、さあ今回の波乱の3日間の短期決戦、一体誰が制するのか、誰が勝っても住之江初優勝となる優勝戦、12秒進の回転となっています。スタート10秒前、インコースから1番2番3番4番5番6番3対3の枠なりで間もなくスタート。2秒1秒、今スタートしていきました。トップスタートはセンターから3号艇の浅見、そしてインコース2コース1番2番ですが、1マークはインから先前、1号艇の前澤、そして2号艇真ん中まくり出し、3号艇あと4番5番6番ですが、バックスレッチャーインセンから踏ん張った住之江初 V へと向かって、人気の中心で1号艇の前澤武史、そして2番手ラスに2号艇3号艇4号艇と固まっていまして、後ろ5号艇6号艇なおスタートは正常でした。ランタンマークトップで回るのは1号艇の前澤武史、そして2番手ラスに、さあ1番人気か2番人気か3番人気か、内をさばいては2号艇の松村幸太が上がってまいりますが、まだわずかで3号艇4号艇と接戦状態、レースは2周目へと入ります。先頭1号艇人気の中心前澤、現在の2番手争いはわずかに2号艇の松村がリード、その直後には3号艇の浅見、2周目で出したマークの2番手争いは2号艇の松村回って、外から全速3号艇で内から追っつけてくる4号艇ですが、現在は2番手も2号艇の松村幸太、3番手は3号艇の浅見正勝、上位が1、2、3と本命の人気どころ、あとは4号艇6号艇5号艇の順。今から9ターンマークを迎えますが、先頭はどんどんと抜け出していって、1号艇の前澤武史が今年 V4 へと向かっています。2番手には2号艇の松村幸太、3番手ラスには3号艇の浅見正勝、波乱の短期決戦のラストは人気どころの1、2、3で最終周回へと入ります。ラスト1周、先頭には1号艇の前澤武史が見事陰線から踏ん張る活躍、そして2番手には2号艇の松村幸太、3番手には3号艇の浅見正勝、最後のバックスレッジと入ってまいりましたが、優勝戦はインコース、2コース、3コースで決着の1、2、3、あとは水が得て4号艇、6号艇、5号艇、これで1号艇の前澤ですが、今年4回目、住之江では初優勝、自己通算では9回目の優勝が目前、近況好調の今回はラッキーな住之江初優勝、そして2番手、2号艇、3番手、3号艇で今回の短期決戦でナンバーワンに勝ち上がるのは1号艇で人気の中心1号艇の前澤武史、優勝1号艇前澤武史、ゴールイン住之江初優勝、2番ゴールイン、3番ゴールイン、4番6番、最後尾5番がゴールイン。